どうも、トゥーフォーワンです。はい、今回は B リーガー出身高校ランキング、はい、お願いします。まあ、去年ね、B リーガー出身大学ランキングっていうのをやりまして、うん、まあ、結構好評だったんですけど、うん、その時結構ね、高校の方もやってくださいっていうね、要望が多くて、はい、まあ、今回やっとね、やりました。はい、まとめましたね。まとめました。なかなかね、時間がかかるこのランキングなんですけど、はい、まとめたので、ぜひ見てください。はい、よろしくお願いします。じゃあまずランキング11位から20位まで一気にざっといきます。はい。第20位が4人で、桐光学園、東洋大学、京北、藤枝明誠、前橋育英、大阪学院、新潟商業、東山高校、尽誠学園となっております。はい。第13位が東海大札幌となっております。はい。じゃあここから10位から1位まで1チームずつ見ていきますか。はい。第10位がまず最初に市立船橋高校となっております。はい。メンバーとしてはこの6人ですね。まあ、宇都宮でね、活躍してる遠藤選手とか、うん、千葉の赤穂選手なんかがこの出身ですよね。赤穂選手とかな、地元でな、うん、千葉ジェッツとして活躍してるしな、ね。まあ、小牧選手なんかも僕らの同期で、うん、1年目に千葉ジェッツで活躍してたと。そうだね、うん、そんな感じですかね。次に土浦日大高校となっております。まあ、メンバーはこんな感じですね。うんうん。まあ、今ね、群馬で活躍している杉本天翔選手とか菅原輝選手なんかもこの土浦日大出身ということで、うん、あとはな、有名どころで言うと、まあ、平岩選手とかも高校時代すごい活躍してたし、うん、そんな感じですね。そうだね、うん。最後に延岡学園になっております。はい、ざっとメンツはこんな感じです。はい。まあ、延岡でいうとやっぱりね、うん、ベンドラメ選手とかめちゃくちゃ有名ですよね。うん、そうやな。高校時代もな、うん、優勝勝ち取ってたし。そうだね。俺らの世代っていうことで。うん。まあ、あとは寺園選手とかも、僕らの世代らへんということで活躍してましたね。うん、岡本飛龍選手とか、長吉選手とか、うん、まあ、そうそうたるビッグネームがいますよね。うん。はい。続いて第7位、仙台大附属明誠高校となっております。はい。ざっとメンツはこんな感じです。はい。まあ、あの安藤聖也選手とかね、うん、今大活躍中の、うん、八村選手と一緒にやってた能見選手っていうのがいますよね。そうやな。あとは特別指定で八村塁の弟の八村アレン選手、うん、まあ、そこら辺ですかね。そうですね、うん。次に東海大諏訪高校となっております。メンツはこんな感じですね。うん。まあ、ここはね、うん、僕の地元長野県まあ名門ですからね、東海大諏訪。もともと東海第3でね、うん、その時にザック・バランスキー選手とか、あと三井和也選手とか輩出してますから、うん、名門ですよ。まあ、この前アルバルク東京対茨城の時は、まあ、福澤選手とザック選手と佐倉選手が3人で集まって、確かにそれもアップされてて、うん、東海大諏訪の絡みみたいな感じで、うん、まあ、そこも良かったなって感じで。確かに僕らの世代ちょうど多いですよね、うん。で B2 で言うと今年特殊で入った寺澤くん、うん、これも東海大諏訪ですね。そうですね、うん、僕らもあの YouTube でね紹介した選手ですけど、うん、まあ、そんな感じでやっぱり各年代に多いっていう感じですよね。第6位、能代科学技術高校となっております。はい。メンバーはこんな感じですね。まあ、能代工業ですね、うん。今の名前だとね、馴染みがないかもしれないですけど。そうやんな。まあ、ここはね、現役では8人ですけど、うん、おそらく全部含めたらね、1位に躍り出るんじゃないかっていう。間違いない。そういうチームですけどね。まあ、やっぱりここで言うと、田臥選手。外せないですね。やっぱりそうですよね。うん、まあ、あと、西山選手とか、うん、森澤セクシーとかね、うん、いますけど、うん、まあ、やっぱり名門校ですからね、能代は。まあ、ランキングに入るよな。もっと上でもおかしくないけどね。やっぱちょっと時代を感じるというかね。間違いない、ね。続いて第5位、中部第一高校となっております。はい。メンバーはこんな感じですね。うんうん。まあ、やっぱりここで言うと宇都選手とかね、うん、張本天傑選手っていうのが有名どころですかね。うん。僕らの友達に愛知出身の人がいるんですけど、やっぱ張本選手高校時代やった時止めれないって言ってましたね。すごかったもんね、うん、当時からやっぱり張本選手とか宇都選手ってすごい有名だったし、うん、めちゃくちゃ実力もあったしね、うん、点取り合ったしな、うん、あとは最近の選手で言うと、まあ、中村兄弟、うんうんうん、ヒロムとタクト、ここが中部第一やったり。なるほどね。あと坂本選手とか、うん、星野選手やったりとか、うん、今日最近結構盛り上がってるんかな。また強くなってきてるっていう感じだよね、うん、そうやな、うんうん。続いて第3位、まず一つ目が北陸高校となっております。はい。まあ、ざっとこんな感じですね。うんうん。
まあ、北陸でいうとやっぱりね、五十嵐圭選手とか、うん、篠山竜星選手とかね、うん、田尻正樹選手とか、結構上の世代もね、昔からこう強くて、うん、名門というイメージすごいありますね。あとは千葉で西村選手とか藤永選手とかおったり、うん、若手でいうと千葉の二上選手、大阪の高島選手、仙台の岡田選手とか、うん、そんな感じですね。まあ、今でも強いっていう感じですよね、うん、北陸高校ガードの選手がもうすごい多い。確かにね。もう本当に日本代表級の選手、うん、毎回輩出してますよね、うん、ガードが上手いんかな、やっぱり育てるのが。確かにそういうイメージあるな、うん、でもう1チームで福岡第一高校となっております。はい、メンバーはこんな感じです。うん、うん、まあ、福岡第一でいうと結構最近全盛期というか、高校の成績としてはもうウィンターカップとかもね、優勝したりとか、最近こうさらにこう上がってきてるってイメージありますよね。うん、まあ、それでもな、昔からオール選手とか、イカルガ選手とか、渋谷の渡辺選手とか、あとは波里選手、まあ、ここら辺が有名ですかね。まあ、ここもやっぱりガードがすごく毎回特徴あるというか、まあ、波里選手もそうだし、河村選手もそうだし、本当になんかこうスピーディーなガードをどんどん輩出してるっていう、そんなイメージありますね。まあ、バスケとしてもな、結構やっぱりラン&ガンというか、うん、走る選手多いし、確かに、まあ、そういうところからもうこういうスピーディーなガードが生まれてるんかな。じゃあ第2位、福岡大附属大濠高校となっております。はい、まあ、15人ざっとこんな感じですね。まあ、ここはね、あの昨年のウィンターカップで優勝した大濠高校ということで、まあ、話題の大濠高校ですけど、昔でいうとやっぱ金丸選手とかね、輩出してますし、あとまあ橋本龍馬選手とか、葛原選手とかもそうですし、まあ、若手でいうと増田選手、牧選手とか、まあ、ここの筑波コンビとかですかね。そうだね。まあ、あと最近でいうと井上宗一郎選手、まあ、本当に大濠高校は最近やっぱり強くなってきてるから、あと数年後にね、もっと伸びてくるかもしれないっていうところありますよね。まあ、28年ぶりに優勝したからな。さらに今後ね、ランキング上に上がっていくかもしれないってことで、楽しみですよね。はい、じゃあ流行る第1位は、はい、皆さん予想してください。洛南高校となっておりますよ。まあ、メンバーはねこんな感じです。今やね、同じ京都でも東山高校とか出てきてますけど、ちょっと前は本当に洛南のね、全盛期だったというか、一強時代があったんで、それこそ辻選手とかね、比江島選手とか、あの頃やっぱり黄金期でしたよね。間違いない。まあ、やっぱ竹内康介、ジョージ選手と、この二人、衝撃のね、2メートル超えの双子。いや、強すぎる。これは最強でしたね。まあ、最近で言うと寺島亮選手とか、津屋選手、伊藤達也選手とか、まあ、こういったガード陣が取ったりとかですね。ずっと名門ですよ。間違いない。まあ、やっぱ予想通りというか、ここはね、うん、洛南は本当に多いですね。はい、今回は B リーガー出身高校まともやってきましたけども、まあ、やっぱりね、僕らが聞きなじみのある高校というか、もう洛南なんかな、ずっと聞くし、あとは福岡の2強ね、もうここもずっと聞くし、確かに強い高校ってやっぱ B リーガーどんどん輩出していくんやなって思ったわ。あとやっぱり都道府県の時も言ったんだけど、やっぱ九州勢が強いっていう多いよね。間違いない。まあ、さ、福岡2チームもそうだし、延岡もそうだしね、あとまあランキングには入ってなかったけど、やっぱ福岡県のチームも結構多くて、その辺はやっぱりバスケの国というかね、バスケが盛んな地域だなっていう感じがしましたね。間違いない。まあ、余談で言うと細かく取ってみたんですけど、全部で160校ぐらいから輩出してるっていうのも分かったっていうのが面白かったよな。まあ、なかなかマニアックな高校というかね、あんまりこう聞きなじみない高校もあったんで、ぜひ皆さんもね、その辺ちょっと見てもらえればなと思います。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは241でした。